皆さんこんにちは。今回はリセマラが少し楽になったっていうお話をしていこうかと思います。2022年の12月14日にスタートダッシュオーダーっていうのが復活したんですよ。ちょっと前にやったのがこのスタートダッシュステップアップオーダーによるリセマラだったと思うんですよ。あと無料オーダーですね。その前はこのスタートダッシュオーダーっていうのがあったんですよ。で、それがなぜか復活したっていうことで、リセマラがちょっとやりやすくなって、この商業区のこのアルゴの前あたりで、チュートリアル終わった後にこの左上のメニューですね、開けるようになった時点で、右下のショップと進んで、で、これでリセマラで使うオーダーを引くことができるようになるんですけど、その時点でアカウント連携すると、アカウント連携の実績達成報酬で250ジェムがもらえて、で、このオーダーが引けるようになると。で、いいのでなかったらアカウント連携解除して、もう一回リセットしてやり直しっていう感じなんですけど、スタートダッシュステップアップオーダーとスタートダッシュオーダーね、どっちも引けるんですよ、今、実は。昔は、こういうね、ルーキーオーダーっていうのがあったんですけど、その代わりにスタートダッシュステップアップオーダーが出て、っていう感じで、このスタートダッシュステップアップオーダーとスタートダッシュオーダーと、無料オーダーが、今ね、チュートリアル終わると引けるようになるんで、全部引けるんですけど、本当に全部引けるかっていうのをちょっと調べてみました。本当なのってちょっと疑ってるところあったんで。これが実際の映像ですね。もう一回始めて、この最初、キャラメイクして、で、この最初の小春のチュートリアルですね。小春っていうか、小春と話してて、で、なんかモブ倒して、ウェルカムトゥーザーソードアートオンラインっていう画面が出て、で、草原に移動して、で、スイッチとか学んで、で、萱場明彦出てきて、で、今これ終わったところの画面なんですけど、で、今開くじゃないですか、ショップ。で、これスタートダッシュ、ステップアップオーダーとスタートダッシュオーダー、無料オーダー全部出てるんですよ、ここ。で、ショップのアイテムガチャ行くと、鑑定と探索が無料で引けるのがわかるんですけど、これ本当にね、3つ並んでるんだと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、これね、どっちも250ジムで引けるんですよ。スタートダッシュオーダーとスタートダッシュステップアップオーダー。ステップアップオーダーの方は最初250ジムなんですよ。でも最初にアカウント連携して、250ジムもらえるんで、どっちかしか最初引けないんですが、これちょっとね、試しにね、このアカウントで無料オーダー引いて遊んだんですけど、これ星4確定枠ないのがマジで厳しいなって思いましたね、改めて。鑑定もちょっと引いたんですけど、お遊びでね さすがにこのデータではやらないと思うんで、探索も引いてって感じで。やっぱ無料オーダー、ただでさえ提供割合が低くて、で、星4確定枠までないんで、星4すら出るか分かんないっていう感じなんですよね。それが本当に厳しいと思いました。で、これね、実績達成報酬ね、新規プレイヤー向け調整の時のやつか、これスキルレコード何枚か手に入れただけでジェムがね、もらえるようになってて、で、オーダー回したから、実績達成っていうか、パネルミッションか、パネルミッションで、ちょっともらえて。で、受け取り履歴、下の方を見ると、これね、補填による配布ってあるんですけど、その下に、公式生放送サイコロチャレンジっていうのがあって、これで600ジムもらえてたんですよ。だから、この公式生放送のサイコロチャレンジの時にやると、今これ所持ジェムが700くらいになってて、で、さらにね、これね、もらえてしまうと、実績達成で、オーダー1回引くだけで、今700ジムあるんですよ、左上見ればわかる通り。で、さらにこれもらえてって感じで、で、750ジムになって、でね、今、スタートダッシュ、ステップアップオーダーとスタートダッシュオーダー、どっちも引けると。で、これもね、ちょっとスキップで一気に見ていくんですけど、ちょっとたまたまね、引いてみたらこれが出て、一つ弱化4デバフ。これはね、そこそこ今の環境だと使えるかなって感じですけど、片手再建で使うのか、ちょっと微妙なんですけど、あとこれが出たんですけど、さすがにリセット案件かなっていうデータですね。で、まだ250ジム残ってるっていう感じで、今の期間いいですね。生放送で、サイコロチャレンジやった期間、600ジムとか、250以上ね、もらえるんだったら、アカウント連携とかなしで一気にね、引けちゃいますね、2つとも。それがすごくいいなって思いました、そういう期間のリセマラは。
でまたオーダー引いたのでこれもう一回もらえるんですよ、これ報酬で。またもらえんのっていうさ、まあ30ジェムなんだけど、これがねオーダー引けば引くほどねどんどん実績達成でもらえて、でまあこの初心者パック、今新車パックっていうのがあって、始めた時にねこれ160円で、あとこの育成支援パック、これね10万コルもらえるんですよ。まあこれはさすがに引く人あんまいないと思うんですけど、これね昔ね初心者パックっていうのがあったんですけど、まあそれらのスキルがね160円で全部手に入っちゃうっていうね。まあでも今の環境で使えるようなスキルがあんまりなくて、まあでも一番左の渾身のオフェンスリスベットくらいかな、なんかまあ敵の攻撃力を下げるやつなんですけど、打属性の敵にだっけだったような気がするけど、まあ買うかどうかっていうとちょっと微妙ですね。あとはこの育成支援パックはこれ開始から72時間以内じゃなければ、まあ例えば課金税とかが引きたいかもしんない。俺思うんだけどさ、このゲーム内の通貨、これコルなんですけど、ゲーム内の通貨が現実でその現金になったらいいなって思ったことはあったけど、現実のその現金をゲーム内通貨にしたいなって思ったことがこのゲームやるまでなかったんですけど、マジで課金でコルが買えないかって思いたいぐらい今ねコル不足で悩む人が多くて、そんなゲームあるんだみたいな改めてね考えてみたらねそう思いました。現金をゲーム内通貨にしたい、まあでも、まあ、ゲームとしてはそりゃ普通なのか、考えてみれば課金したくなるような。まあでもねコル不足にしたままにしたいだろうね運営はね多分ね、今までコルの使い道ないのとかすげえ言われてたから、またねそう言われるの嫌だと思うんで、まあずっとコル不足に悩んでてくださいじゃないけどまあ多分ね、そこまでは多分思ってないと思うけど、まあ開発ね大変だと思うんで、あんまりコルがね手に入るような環境にしたくないのかもしれないけど、まあなんか専用売却コル袋とかで結構なんか配布とかもあったりしたんで、まああとデイリーダンジョンもねコルダンジョンが結構良くなったりとか報酬が、まあこれはね72時間以内なんで、まあ引く人はねほとんどいないと思います。とにかくでまあリセマラのやり方ね一つ増えたんですけど、まあちょっと前の動画で言ったと思うんですが、一番最強を目指したいんだったら無料オーダーとか、この今出てるスキルですね、この期間限定のスキル、そのリセマラやりたい期間にやってるオーダーでやるリセマラ、それが一番大変なんで、妥協をするならこっちのスタートダッシュステップアップオーダーでやるやつって言ったんですけど、それよりさらに妥協したいならこのスタートダッシュオーダーによるリセマラがいいです。でそれについては以前これスタートダッシュオーダーでリセマラする場合の当たりランキング作ったんで、まあこれねスタートダッシュオーダーの内容が変わってないんですよ。まあだからねこのランキングねそのまま見ていいと思うんですけど、まあちょっとね付け加える部分があったんで、ほんの少しね文章をね付け足した部分もあったんですけど、まあ、基本的にこのスタートダッシュオーダーでリセマラする場合の当たりランキングっていう記事見てもらえればいいかと思います。これがね一番妥協した時のリセマラですけど、このスタートダッシュステップアップオーダーとスタートダッシュオーダー、これどう楽になったかっていうのをもっと具体的に言うと、スタートダッシュステップアップオーダーはこれステップ1だけ引くんですよ、最初250ジェムで。だからこのステップ1の確定枠を見ていくと、この確定枠排出キャラ一覧っていうところ、まあ 0.775% ってそれぞれ書いてあると思うんですけど、これラインナップが本当に多いじゃないですか、確定枠こんなにあるんですよ。でこんなにある中でピンポイントで狙うのかなり厳しいと思うんで、このスタートダッシュオーダーって確定枠この中から出るんですよ。まあこれでもちょっと多い気はするんですけど、まあ多分スタートダッシュステップアップオーダーよりは数が少ないと思うんで、で実際にこのスタートダッシュオーダーの確定枠ですね、まあちょっとこれ目次開いて、確定枠排出キャラ一覧って一番下にあるのでこれちょっと押してみると、これ 3.750% とか 4% とか、あこれパーセント抜けてんな、まあ 4% とかなってるんですけど、まあこっちのね 0.775% よりは全然高いんで、こっちね 3.75 とか 4% なんで、こっちのスタートダッシュオーダーでやるリセマラのがまあまだ楽だっていうのがわかるかと思います。
だから基本的には、まあ、ちょっと前にやったそのリセマラですね、その無料オーダーとか期間限定のオーダーでやるリセマラとかスタートダッシュステップアップオーダーとか、そういうリセマラどこまで妥協するかってやつ動画でやったと思うんですけど、それに加えて、まあ、さらに妥協するんだったらこのスタートダッシュオーダーだよっていうのを言いたかった感じです。まあそのちょっと前にやったねリセマラ解説動画は動画説明欄にリンクを貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。